さあ始まりましたお車研究所カードクサービスのお時間でございます。研究員1号のワクソウ、研究員の矢野とカメラ担当岩倉です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃんがどんどんオープニング言えなくなってそうですね、研究員の2号のはい、毎回そうね、やられてます。はい、今日はですね、あのクラウンスポーツ来てますけれども、はい、こちらの内装編を皆様にお届けしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、今回ね内装編、まあ、クラウンスポーツアクティブな車の雰囲気ありますけれども、内装はどうなってるのか、ぜひ皆さん楽しみに最後まで動画の視聴お願いします。早速行ってみよう、レッツゴー。はい、さっき機材トラブルあって録画できてなかったじゃないですか。はいはい、矢野ちゃんの今年一の仕事が全部消えてました。え、マジですか。はい、あら嘘。はい、なので外装編じゃないですけれども、うん、内装編でちょっと触れておきましょうか。何を。今年一の仕事を。何を。いや、今年一仕事したなって言って褒めたにもかかわらずそれを忘れるという、うん、いっぱいあるから。どうも、 いっぱいあるとか言って。今8月でようやく1個ですよ、今年一仕事したと。今年1回の仕事した、あのここのホイールの話からいきましょうか。ホイールの話、はい、タイヤサイズ、はい、タイヤサイズが 23545R21、はい、大きいですねって話してましたよね。はい、はい、そしてその後、あ、ナット、ようやく思い出しました。はいはい、ナット、はい、これ通常のナットとちょっと形状が違うんですよ。違う、はい、そうですね、はい。で、これしっかりこう、うん、タイヤ大きいし、うん、それに合わせて固定、この中での多分それを変え、目的として多分この形状で作られたナットなんだよね、はい、ああ、よかったです、説明していただいて。はい、六角レンチでも外れそうなナットで、でも六角レンチじゃ絶対ダメで、ほら舐めちゃうからですね、デザインだけで。そうそう、ありがとうございます。今年一の仕事、うん、今年、でもこれ 17? 今年初、今年1回目の仕事、ありがとうございます。よかったですね、取れて今年一の、はい、はい、オープン。お、いやすごくないですか。これ今回内装を、はい、あのブラウンにしてるんですよ。なるほど、ここですね、はい、でブラウンとやっぱこのゴールドも超合いますよね。あ、いいですね、色合いが、はい、このああ、そうですね、細かいじゃないですか、やっぱり装飾が。そうですね、で、あとはね、まあ、ここから見てもらった方がいいかもしれないですけど、はい、こういう、ああ、めっちゃおしゃれ、モニターの付近とかパネルとか、このままハンドルのところに、そうです、ハンドルのところにグーッときて、さらに向こうに、そうなんですよ。でしかもこのシフトのレバーのところも全部ゴールドが間に入ってるような、すごい、この何ていうの、皮っていうんですか、うん、この色合いとちょうど合いますね。そうなんですよ、だこれなんかすごい上品にやったなと思って。そうですね、で、これ以外の色だと何色があった、ブラック、あ、ブラックもあります。あ、でもブラックよりもこの色の方がなんか合う感じ、ね、合う感じしますよね、個人的にはしますね、うん、でね、これちょっとシートこっち側見てほしいんですよ、背もたれのところ。これあのブラック本革とかにもあったと思うんですけど、はい、ゴールドのライン、うわ、めっちゃオシャレですね、ついてるんですよ。そういうことなんですね。そうなんですよ、すごい、はい、でやっぱりね、車高は多分クロスオーバーとそんなに変わらない気がするんですよね、うん、ちょっと高いのかな。いや、そうなんです、さっき降りようとした時に、うん、ちょっと地味にここの差があるなと思って、はいはい、ありますよね、はい、セダン系の降り方したらちょっと足つかなかったです、うん、はい、焦ったんですか、はい、ね、ちょっとやっぱり車高高いのかもしれないですね、感覚値的に。どうなの、まあ、タイヤのサイズが大きい、でもタイヤクロスオーバーも22とかでしょうね、大きいですもんね、ですよね、はい、はい、っていう形になってて、はい、でいろんなですね、もちろんあのレーダークルーズとかついてますし、はい、もトヨタさん王道の配置ですね、王道の配置になってますよ、はいはい、もうこの辺ね、中のオーディオ系になってま す, ね、てますでね、エアコンもね、ナノイーが効いてます。おー、いいですね、はい、でさらにはですね、シートもね、ヒーターだけじゃなくて、はい、こう空調ですね、はい、涼しくなる。中行きましょうか、はい、はい、というわけで内装なんですけれども、はい、まあ、やっぱりね、クラウンのね、あのクラウンクロスオーバーの時と同じような感じの雰囲気にはなって、かなり高級感もあるんですけど、まあ、今回モデリスタエアロの外の見られたと思うんですよ、はい、ナンバーフレームとゴールドとか、うん、モデリスタエアロのリップの部分だ、ここもね、超素敵じゃないですか、ここもゴールドなんですよ、そんなところまで、ね、細かいですよね、これオーディオのね、仕事が細かいですね、はい、そうなんですよ。でこれね、あのやっぱりクラウンなんで、あ、そうそう、覚えてますね、ソーバーでありました、ここのところなんですね、そう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 、はいはいはい、ここのね、こっち側です、そうです、なので後部座席の人も操作ができると、できます、いいですね、こういうような形ですね、はい、はい、横の人にこうね、あ、寝てるなと思ったらスーッと倒して、いいですね、はい、うん、これ
ね、モテますよ、やっぱやったら間違いないですね、はい、モテますモテます、はい、で基本的にはもう大体内装同じなんですけれども、はい、まあ、この辺にですねタイプ C が2口ついてます。おお、めっちゃありがとうございます。実用的だしね、置くだけ充電もあるので、はい、もうあの置いといて充電で差し込んで2人充電できる形だし、うん、いいですね。後ろにもなかったっけ、ありましたね、ですよね、はい、後ろも USB じゃなくて、はい、あの右と左の方、はい、ですね、両方喧嘩しないように喧嘩しないついてましたね、はい、で今回ですね、はい、この上を見てください、はい、これ実はパノラマルーフつけてるんですけど、ちょっとオープンしますね、はい、もう全開にします。おー、すごい、おしゃれ、相当開放感ありますね。かなり開放感あります、これは、これ漠さん、あの見てる方には温度伝わらないんでわからないかもしれないですけど、はい、めっちゃこの絵だけで見たらめっちゃいい、めっちゃいいです、めっちゃかっこいいし、めっちゃこれ欲しいなと思います。海行こうぜ。あ、いいですね、はい、まあ、ちょっと夏なんでね。そうですね、はいはい、実際、うん、温度はどんなものでしょうか。めっちゃ暑いですやっぱそうだ、ね、ただやっぱあの一応 IR カットフィルムとか、はい、そういうような状態になってると思うんで、はい、赤外線もしっかりカットされてはいると思うんですけど、はい、やっぱりね、でもちょっと暑いですよね、炎天下だとちょっとあれですね。ただ、はい、これを楽しむという方はですね、あんまり気にしないと思います。あ、そうですね、はい、多少暑くても冷房を効かせればいいじゃん。でなんなら C とかですね、うん、涼しくなるので。あ、これですね、はい、はい、もうそのためにこれをつけたと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。そうですね、はい、ね、すごい多分いい絵だと思うんですよ。今僕もなんか映像を見させてもらってますけど、めっちゃいい、こうどうですか。いいですね、ぽいぽい、はい、めっちゃ CM っぽい、本当にこの頭にタオル巻いてるんですかそうですね、今それは言われないと気づかなかったんですけども、そう、でもね本当に開放感あるし、もうここでこうなんかちょっと今もう一回ちょっと一回閉めますけど、はい、閉めるのはオープン自動かな、一回長押しすれば戻るんですけど、このイメージ全然違くないですか。はい、もうね同じ場所のカメラに収録開けますよ。同じ車とはちょっと思えないですね、はい、あ、いいですね、いいですね、いいですね、おー、いいっす、ほらなんかすごい開放的な感じ、うん、だから運転しててもね、別に上見ることもあんまないと思うんですよ。信号待ってる時にパーってね、今日の天気いいなとかやってもいいし、はい、もう秋には紅葉を見るなり、うん、春は桜を見るなり、あ、いいですね、楽しいと思いますよ。この何ですか、屋根越しで見るとまたちょっと違うんですよ、違いますよね、こう、うん、シートをこう倒して、そうそうそう、ああこうやってね見たらみたいな、はい、こうかな、そうですね、いいとね、星空とかもめっちゃいいんじゃないですか。あ、めっちゃいいかもしれない、ちょっと後ろに、あ、大丈夫、はい、お、いいかも、いいかも、こうやってやって、そうですね、お、流れ星みたいな、ああいいですね、はい、これはクランクスポーツでキャンプ行ってみたみたいな、そうですね、行きたいですね、夢がありますわ、うん、でもちろん荷室なんかもしっかりスペースは確保されてるので、はい、もうあの遊ぶなり、あの通勤するなり、普段使いにももちろん使えるし、うん、いいですね、デートにもいいかなと思います。はい、これは魅力満載ですね。そうそう、で男性が乗っても女性が乗ってもね、あのすごいしっくりくるというか、誰が乗ってもかっこいい車になってると思うので、はい、ぜひですね、これ楽しんで乗っていただければなと思いますけど、ありがとうございます、うん、もうね本当にクラウンなんで、ほとんどまああの、まあ、いい意味で言うことはないというか、はい、もう仕上がりまくってるので、はいはい、あとそうですね、紹介することとしたら、あ、矢野さん、エンディングあ、なるほど、エンディングには駆けつける矢野裕子、なるほど、ありがとうございます、はい、そうですね、本当に車的にもちゃんと仕上がってるし、はい、あのもうまとまりもあるし、で上質だし、うん、あの言うことありません、はい、もうクラウンはね、伊達に590万じゃないですね。おー、いいですね、はい、そうですね、うん、まあ、今回ですね、クラウンスポーツの内装を皆さんにお届けしましたけれども、はい、まあ、気になる方はね、ぜひ買ってみてはいかがでございましょうか。はい、それではこの動画が面白かったらチャンネル登録、改造編も走行編もチェックして、高評価と素敵なコメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。